配信いろいろ混ざっちゃった。ライブ配信と開始混ざった。待って、これさテロップだっけ。あ、テロップじゃないな。待って、何それ。あ、待って、どうする。始まってる。これいや、始まってる。ゼロだよ、まだ。え、あ、本当だ。押してなくない。押してないかも、そしたら。あ、じゃあ今のうちに決めるの。え、これいつ決めるの。わかんない。これまだ、はい、あれ、あ、配信、配信されてる。誰も見に来てない。だってこれ、これどうする。テロップでしょ。これテロップどうする。あ、来てるじゃん、絶対。あれ、待って待って、これコメント、え、あ、これじゃん、こういう、違う、どうした。コメントの見せ方、テロップさ、何、テロップ今ね、じゃあテロップ、テロップ、そっか、待って、一回コメント表示。あ、コメントこれだ。あ、お誕生日おめでとうだって。これさ、はい、誕生日配信の始まりからなんじゃいけないよ。怖いな。こんにちは、こんばんは。やっほー。山口晴夫です。森本真理です。今日で19歳になりました。はい、91歳。真理ちゃんはね。え、あなたね。私は19歳なんですけど。私も19歳です、ちゃんと。はい、19歳になりましたよ。ありがとうございます。そう、今ね、あれ悩んでんだよね。何、あのテロップのさ、そうそうそう、ね、なんかなんちゃら配信みたいな、配信ね、今候補として山本の配信が上がってるんですけど。山口と森本の、はい、あの山本の配信どう思いますか。だから毎年恒例にしていきたいので。そうだよね、去年決めてない。そう、去年決めてなかったっけ、結局。山本の配信の思いますか。山本由伸。由伸選手。山本由伸選手。そう、待って、山本の配信いいね、だって。山本の配信にする。じゃあ山本でいい。山本さんにしよう。でも誰ってなるかな。日向坂46の山本の配信。やばい。誰やねんって確かに言ってる。森山さん。森山さん。森山。まあ、そうか、森山もあるのか。森山さんっていらっしゃるかな。あんまりなんか本当に見たことない自分の人生で。会ったことある。え、会ったことある。あるあるある。山森さんじゃ。森山さんね。森山さん。森山さん、森山さんいらっしゃった。うん、マリパルだって。マリパル、マリパル。ああ、ちょっとむずい、これ。ない、これ一生で、これ一生出てくるよ、ね、一生出てくる。決めればよかったね。決めればよかったね。え、何が今あの一番好き。え、それ森本、個人的にやっぱり山本が来てんだよ。じゃあさ、テロップしちゃいない。じゃあテロップにしちゃう。テロップにしたらもうあれだよ、はい、決まりだもん。はい、テロップにしよう。テロップの仕方、マジ、あ、これか、それじゃない、これで、うん、なんでさ、コメント見えなくなっちゃったの、これ。え、ちょっと待って、なんか英語になってる。待ってよ、英語。これで、あ、日本、はい、どうぞ。山本の配信にする。そうだね。山本のまま。フリック入力できないから。え、やろうか、じゃあ。や、山口のママの配信。山ママ。ありがとう。山本？山本の配信にする。本当に山本でいいの？うん、いいよ、これに決めよう。山本ママ。そうだ、春。え、あ、そっか、あなたはフリック入力じゃない人。うん、いや、どっちもする派。そうなの、これでいい、すごいね。感じでいい、全部。いいね。すごい、ごついけど。ハッシュタグつける。ああ、まか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 。編集？こういう感じです。ごめんね、あのちょっとごめんね、本当に。誕生日配信なのに。誕生日配信なのにごめん。これむずいね。難しいね。これむずいね。これ。ああ、すごい。はいはいはい。ハッシュタグってどうやったら出てくる？こうやってやって、これ出てこんかな。あ、来た来た。2個目の振りで。来ました。はい、お。あ、よかった、別に、あ、コメント、コメント、はい、ありがとうございます。やった、お誕生日、お誕生日、誕生日感ないのよ、だってありますよ、ほら、あれ、ほら、あの、そう、マネージャーさんが用意してくださって、そう、ここでしか感じ取れないよね、誕生日、ね、本当に、ね、誕生日なんですね、お誕生日なんです、誕生日感今日ずっとないんです。うん、ね、言ってたね、嘘、感じない、うん、でも携帯見て、うん、あの2月23になってて、うん、あ、誕生日だぐらい。あと、あの、その、そうね、メッセージ、確かに、連絡いただいて、そう、連絡で、あ、ってなるよね、連絡いただいて、うん、連絡で気づきました、今日気づきました、それやばい。私は1時間後ぐらいに、うん、あの、だから1時ですね、うん、夜中のに1時あの、うん、見て、あ、うん、誕生日だ。そう、遅いのよ、気づくのが1時なのよ、うわった、
まった。何してもいい時間。これ止まってます？何してもいい時間。何してもいい時間ではない。多分見えてる。もしかしたら、わかんないわかんないわかんない。お誕生日の配信です。これ一回落としたほうがいいですかね。お誕生日の。落ちてる完全に。え、落としますか？落ちてるわ。何してもいい時間だわ、本気で。うん、いいよいいよ。お誕生日の配信。え、待って、これ完全に閉じた。え、そういう落としじゃないの？あー来た。あ、まだ残ってる。あ、残ってるよ。ありがとうございます。戻ってる。あ、山本の配信も残ってるわ。すごいね。お誕生日のお時間です。ずっとこれやってました。た何してもいい時間。見えて。あ、よかった。配信終了って来てたからよかった。見えてないと思う。うん、これさ、見えてたよって言ってくる人。あら。意地悪だよね。私はまあ見えてましたね。嘘だ。見えてますよ。今日は別に特に何するのもあの誕生あのあそうだったプレゼント交換ぐらいしか決めてなくて、そうなの、ちゃんとね今年もやるってなったんだよね。そうそうそ そうプレゼント一回さいっかなみたいな一回だったよね話になっちゃったんですけど、ちょっともう今年やったらね、えでもねそう考えてたの、うん、あ元まりました。お誕生日のお時間です。お誕生日のお時間です。お誕生日のお時間です。え止まってる、いや多分ラグが、お誕生日のお時間でも止まってない、止まってるよ。止まってないじゃん。止まってないじゃん。いやいや一緒に乗ってたから。もうよっしゃ。なんでこれ止まってるの？一回閉じていいですか？コメントが見えなくてもあ、そっか、こちら見ればいいのか。そっか、それだわ。それね。じゃあ見させていただきます。ありがとうございます。じゃあ私何も動いてない画面を今こうやってそうだ、ね、見ておきます。カメラってこれどこなんだっけ、何なんて言った、カメラってこれだっけ、それだよ、これか、はい、音出そうで怖い、怖いね待って怖い怖い、二度あるかと、復活復活、二度目な復活、一緒にせーの、二度目な復活、言えよ言えよ言えよ言え、あ、うん、コメントをね、コメントをね見てね、復活ただいまでーすただいまでーす、ただいまでーす、ごめんなさいね、ごめん、そう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 、私たちのテンション高すぎて熱くなっちゃってるのかも、端末が、じゃあ冷蔵庫に入れたまま配信したいね、冷蔵庫に入れよう、冷蔵庫に入れよう、放水バージョンじゃん放水バージョンじゃん、ケアレスバージョンなのよあれさ本当に超大変だったの、あのさ私と日向の場所だけ香水のやつマジで激アツで、え待って多分全員行ってるよそこ、え本当に、うん、え全員行ってたっけ、うちらのステージだけなんだよそれ、あそうなの、そうあそっちね、そっちね、そうあそっちじゃなくて、うちらお腹でこうめっちゃ声立って支えて、うん、大変そう大変そうあっちあれなんかあれやばかった、 あのね、あっち側に、うん、なんかあ、違うっていうか、まあ、あの、こっち側にやるし、やるとするじゃない。そしたら全部自分にかかってくるの、風で。あ、それやばい。もう、それ辛いね。あっちにかけたいのにね。あ、そういうこと。こ風でね、確か風の影響めっちゃ受けたわ。今、ね、急に思った。楽しかったわ。あれ楽しかったね。放水楽しいよね。うん。ハマスターできるかね。はい。まあ、一応外だよね。うん、一応、ね。外だもんね、うん。でも寒いよ。いいよ4月だよ、大丈夫大丈夫、4月1日ってもうほぼ3月よ、えでもやっぱ温まっちゃってるから体冷やそうみたいな、体を冷やしてこう、そういえば声出しありますもんね、声出しありますよね、ありますね、うん、違う普通に知らない人いたから、うん、配信声出し配信じゃない、声出し配信、声出し配信じゃない、サイレントやってるの今今ちょっと控えめで超える、あそういうことね、ここいてる、かわいそう、ジャンプやるかそれは知らない知らないです、あの一切、うん、まだ、ね、始まってないのよ、一切知らないです、言うてまだ、うん、1ヶ月は1ヶ月以上ね、本当だね、あ来年二十歳です、ね思った、来年二十歳だもんね、うん、二十歳だって、二十歳だよ、やった、うん、
やったなの？二十歳になりたい。そうだった。ハリオって30歳になりたいとか言ってるよね。そう、30歳になりたい。通り越しすぎじゃない？あと10年あるけど大丈夫？うん。気長に待とうかなと。気長に待てるの？10年はちょっと私気長に待とうと思えないわ。10年ちょっと見た。早めに年越したい、ね。何歳になりたい？でもさすがにね、その戻れるなら戻りたいよ。あ、戻れるなら戻りたいの？中学生になりたいもん。ああ。勉強したい。ちゃんと。勉強しておけばよかったじゃない。え、最近勉強してるよ。何の？あのさ。何してんの？漢字と。漢字ドリル、漢字とか、そう、漢字勉強、関係に向けてとかそういうこと、うん、じゃなくて漢字、漢字、漢字と何歳の、あの中学2年生レベルとか、でもね、あのね、春もね、そんぐらいやりたいかも、やりたい、うん、やりたいかも、やりたいよね、否定はできない、その否定、人のこと、本当に、うん、じゃあ勉強しよう、うん、でも最近はしてる。うん、え、偉い、何してんの？野球の勉強。あー、言ってたわ、野球の勉強見てるよね、うん、なんか、うん、一生してます、ずっと野球の動画を見てます、うん、この方は最近素晴らしい。あー、ちょっとうるさい。ちょっとね、ちょっとね、ちょあれ、ちょいじゃなくて、ちょっと、あ、なら大丈夫、なら大丈夫、ちょっとくらいがちょうどいいって言うじゃん、うん、ちょっとくらいがちょうどいいって言うじゃん、ね、あ、2万人になってる、あら、まあ、ありがとうございます、ありがとうございます、2万人ですって、2万人、うん、全然あのコメントを読んでないっていう、本当だね、コメント読んで、読んで、そう、いや、コメントだから読んで、ハイチ逆にすればよかった、ちょ、コメントさ、うん、見えない、あ、そっか、目悪いんだった。そう、ちょっとじゃあこうしよう、2人とも大人っぽいだって、あら、ありがとう、19歳だもん。今の言い方がダメだよ、今の言い方が良くない、じゃあもう一回いい、はい、ハリオちゃん大人っぽいね。ちょっとごめん、出てこんかった。出てこんかった、しょうがない、しょうがない、ちょっとやめよう、やめよう、やめとこう、正解はね、うん、じゃあ正解、あ、マリーちゃん大人っぽいだって、でしょー、帰ろう。じゃあ今日はあの一人の配信で、山本じゃなくて山口の配信になります、今日は。はい、ってことでね、ちょっとマリー結構近くにあるのよ、ね、机が、机が近い、もう本当に慌ただしそうだから、ちょっと、はい、はい、配信、ちょっと、逆になりました、はい、逆になりました、すいません、すいません、セリウムカラーの変更やめて、変更の色違いする、やめてください、セリウム、ですね、はー、なんかさ、久しぶりのさ、うん、配信でさ、はい、コミットどんくらいの頻度で拾ってたか忘れちゃった、あら、あら、そうです、あら、じゃあ、だって今回意外と大きすぎて、ね、ちょっとあれだったね、後でなんかいい時に、いい時登場してもらおう、いい時ある、この子ないかも。ちょっと鼻が痒い、あなたがほこり今バンってやってきたら鼻痒くなっちゃった、広げてあげるよ。あ、バチってきた、これはいいね、静電気がね、顔赤いね、顔赤いね、なんかショルムするとすぐ乾くまでね、熱くなるよね、この現象なんなんだろうね、あ、花粉、そうね、花粉もあるね、え、花粉飛んでる最近、飛んでる、飛んでる、わあ、大変だね、ちょっとね、うん、今のはほこりだけどね、多分花粉だよ、ほら見て、ほら目の前に、ほら草、ほら目の前に草ある、ほら目の前に葉っぱ、ほら目の前に葉っぱ、観葉植物ね、あそこにもなんか花粉たくさん出そうな草あるよ、そうだね、そうだよね、すごい、そうだよね、すごいじゃん、ありがとう。プレゼント交換何にしよう。待って、本当ね、今何分だろう。あ、それ入るの。これ入るの。それ入るの。こっち持ってこよう。これ入るの。15分です。あ、何時にする？違う。そういう問題じゃなかった。15分ですとかじゃなくて。そういう問題じゃなかった。15分ですじゃなくて。誰だ今日。じゃあ何分がいいかね。45。じゃあそれで。45にします。オッケー。はーい、はーい、あ、三期生旅行の話しちゃって、
したいね。なんだろう。1月に行きました。行きました。なんか何か。でも1日目が、うん、ユニバーサルスタジオジャパン行って、うん、それでも1日目は本当にその、うん、そうですね、ユニバ内で遊んで、ね、割とあの遅めの集合だった。そうなの。現地集合だったよね。現地集合だったね。あの鳥取からなんで、私が現地集合で行って、で、そうだったね。感じだったね。でもめっちゃみんなテンション高かったよね、本当に。結構久しぶりだったから。あ、そっか。そもそもテンション高すぎて、そう、超楽しかった。なんか恥ずかしいよね、バレてたら。もしも気づいてらっしゃる方いらっしゃ、確かに、ね、気づいてる方いらっしゃったら恥ずかしいような。あの、なんだっけあれ。乗ったじゃん、最初に乗ったやつ。あのハリウッド、ドリームだっけ、なんかハリウッドドリームみたいなやつ。なんかそう、暗い綺麗なくるくるのやつでしたっけ。わかんない。わかる人いますか。めっちゃわかんない。暗い綺麗くるくる。ハリドリは乗ってないのよ。乗れないで。あ、ハリドリじゃなかった。なんだっけ。ハリドリは乗れないのよ。あの、あれだよ、あのさ、最初乗ったやつ。そうそうそう、あの教育番組とかに出てきそうなキャラクターがやつだよね。わかるわかる。なんだろう。なんだっけね、あれ、あのスペースファンタジー。ナイス、スペースファンタジーに乗りました。そう。で、あれ、なんかさ、全然行けそうじゃないみたいな並びながらね。そう。なんかね。話してたの。そう。そしたら、なんか急に、え、登ってない。それわかる。一回落ちないと思ったもんね、あれ。なんかさ、普通にぐるぐるぐるみたいなやつだと思ってたの。そうそうそう。そうそうそう。なんか、隣だったの。登ってない？登ってる登ってる。聞いてない。後ろがひなのちゃんと、そうあのみくりちゃんだから、その二人も、え、聞いてないよ、聞いてないみたいな。めっちゃ爆笑しながら撮ってた。やばかったね。やばかったね。そうそうそう。そのと、あの、なんだっけ、フライングダイナソーだっけ。フライングダイナソーを、あの、本当に私はどうしても乗ってほしくて、私、あの、絶叫系意外といけない人なんだけど、超楽しかったの、一回目乗った時。その感動を共有したくて、もうみくりとハリオを一生説得するってことしてた、うん、てかなんならそのスペースファンタジー並んでる時からもう説得されてた。いやもうあの入る瞬間から、いや絶対フライングダイナソー乗った方がいいって言ってた。うん、そう、無理だねあれは。だって階段登っただけでも高かったもん、うん、それ、ね、高所恐怖症の方だったらちょっと厳しいかもしれない。な若干そう。でも絶叫が、ね、なんか苦手でとかって方だったらいけそう。でも次は乗りたいなって思った。本当に？なんかだってみくにちゃんめっちゃ無理って言ってたの。そうなの。で、あの、うん、戻ってきた瞬間めっちゃ分かる。楽しかった、いけるの、楽しかったって感じだった。目いけるの。そうそうそう、決まってた。あれが目決まってた。それだったのよ本当に。次はまあじゃあ、いや、それな、ましょうか。そうそう、次は絶対乗ろう。そしたら、ね、次は乗る。そうなんかさ、うん、あのホテルさ泊まって、泊まったね、でそのお部屋で、うん、いかにもなんか高校生みたいな感じの写真撮ったよね。うわ、撮った撮ったよね。あの朝の支度の時でしょ。そうメッセージでだけ送ったんだけど、うん、なんか若々しすぎて、なんかあのそうベッドがこうね4つがボーだった。そうなの。そう、それでそこでみんなでそうなんかすごいみたいなそれ撮った。それを撮りました。私送ってないっけな。送ってない。でもブログとかでさ、ブログは出してないね。そう、なんかブログで載せるかね。いや、もうもう載せる。じゃあ、あの、もしよかったら、私、機会あったらブログか、まあ、メッセージかもしれないんですけど、メッセージ、メッセージでちょっとお願いします。そしたら、はい、山本って何ですか。山口と森本で、山本です、はい、山本です。よろしく。すいません、ちょっと説明するの恥ずかしいですけど、山本の配信です。山本って言います。ありがとうございます。誕生日おめでとう。だってありがとうございます。本当に来てくださって。結構遊ぶもんね。この前も遊んだよね。平和島行ったね。飛んでみ行きましたよ。そう、飛んでみて楽しかった。楽しかった。飛んでみで筋肉痛が起きた。私4日ぐらい筋肉痛の長くない？本当に4日聞いたことない。手のひら、うん、筋肉痛初めてだった。あのボルダリングみたいな登るのあるからさ、まあ、ここが筋肉痛でも、うん、痛いみたいな。なるね。もう外出れなかった。
テン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 見てないから行ってないから行ってきます見てないから見てないから2ヶ月くらい行ってきます行けないから2ヶ月行ったらもう終わっちゃってるのよライブ。そうダメでした。いつか行こうね。行きます、はい、行ってきますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テンション高いって、テンション高くない。いやでも誕生日ぐらいテンション高くない。そっかそっか。今日らしいことしてないし気合い入れとこ。私たちちょっとこういう時間あるめっちゃいやそれ毎日のせいだと思う。それはそう、それはそうなのよ本当に。はい。めっちゃみんなおすすめしてくれてるよ。何を？場所。なんて言ってた？ドバイとか韓国とか鳥取とか。鳥取はあの日本にあります。鳥取は宇宙だから。みあ仕事みくにちゃんが島とか行きたいよねって島とか行きたいよねずっと言ってる。それさ最近みくにが島欲が高いのよ、ね、そうで島で何すんのって聞いたら海を眺めるんだよ。私が怒ったやつだよ。なんかハリオがバカにしてるんですよ、うん、海を。違う違う。島何すんのって聞いて、そうそうそう。で、そう。え、だから海行って何すんのみたいな。そうそう。え、することあるみたいな感じだったの。泳ぐのみたいな。ティ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 テですね。はい。死ぬ。え？ああ、やばいやばい。やめてやめてもうやめて。怖い。この夏はジャムにしよう。おはぎでは甘くほろ苦く。長くなっちゃう。長くなっちゃう。長くなっちゃう。地獄地獄だ。あおだ。待ってずっとこれ持ってたの。知恵の技と思ってたこの人。あ、だいいいんで言う。あ、終わった。よかった。ワンフレーズだったよ。ワンフレーズ。もうやめよ。もうやちょっときついんで。あの、きつい。もうちょもう本当にやめます。もう本当にやめます。この夏はジャムにしよう。もう一緒にできなくなっちゃうから。あまくはれんが。お誕生日ありがとうございます。今、ありがとうございます。うん、じゃあ隣に普通にやっとこう。いいよ、コメント拾ってて。バックミュージックだと思ってて。違う、全部ね、あのね、あのマリーちゃんのコメントバカになっちゃうの。ちょっと私話が進むようなコメント拾ってもらって。止めてだって。やめて長くない？長っ長っ疲れちゃうよ。私19歳だからね。19歳19歳と言ったら何ができるかな。しんどい。かわいそう。ハリオ止めて。かわいそう。長くない？これもうこれマジ長い。これさ、これバグでしょ。なんかのこれバグだよね絶対。じゃあなんかあのなんかあります。ちょっとバグ落ちてる画面が、はい、マジで長くない、ね、これ本当に。えおかしいよ。あ先輩になったねだって。せはい、ありがとうございます。先輩なりました先輩。そうあの4期生が入ってきてくれました、うん、そうですね。よく話す子は。よく話す子みんなもうやんないから。もうやんないから。今真面目な話してる。この時間がこの時間だけは頑張んなきゃいけないから。
そうですね、はい、であなたあのさあれだもんね、鳥取出身だからさ平尾ちゃん、そう平尾ちゃんね、あの同い年だしね、ねすごいよね、同い年だし同い年だし同い年だし同い年のね同じ場所だしね、びっくりね、すごいね、話した話したの、話したあれ同じ場所みたいな、あそうか同じ場所、同じ場所だね、そうそう平穂うぅあるどっちもいいどっちも使えるヤドンビ知らないらしい、何私が言ってた、うん、なんか矢豆腐っていう遊び、え知らんかったの、知らなかった、じゃあんたの場所だけだったの、地域かも、地域、あんたの学校だけで流行ってたの、地域別かも地域別、地域別かも、本当にそのひ、それ絶対さ、うん、その学校のさ、うん、先輩方が作ったんだよ絶対、ハリオの、そうかもしれない、そうだね恋えどういうこと、矢豆腐出た、矢豆腐だって、うん出た矢豆腐って言い方さ、うん、よくない、いつも小学生しかやってないし、ね、そうなの、うん、ですね、千葉だけど矢豆腐やってたって、え嘘、矢豆腐って名前、すごくない、私あんまり矢豆腐のルール私さ、ひないの収録後さ記憶なくなっちゃうんだよね、ひないのわかるよわかるわかる、そうだから あんまりちょっと矢豆腐のルールが、いやそんなちゃんと説明してなかったっけ、先生矢豆腐ちょっとどこにでもあるかも、まあ、あと3分で30分経っちゃうけど、ちょっとあんたが踊ってるの多分15分ぐらいだそんな流れてないか、半分踊ってたから言っておくけど、そんな流れあんたも踊らないといけないからね、なんでいやいや踊らないと、踊らない、踊らないよ悲しいよ、じゃあここでさ、うん、別画面みたいな区切ってもらおうなんかコラボ配信みたいなさ、いいよ、そう、そしたら動きやすいもんね、動きやすい、動かなくていいのよ、ここのここでやってっていうそういうこと、動かないでここでやってっていう、ツール配信ってそういうものなの、うん、いやいやいや違うのよ、はい、ツール配信は、はい、変なモード、はい、おハリウッチやなってペンライト着てた、緑、パールグリーンです、あパールグリーンか、すまん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 、ハリオが困ってる、ごめん困って何よ、困って、楽しそう、ハリオ楽しそう楽しい楽しいね、ハリオちゃん楽しいって、嬉しい、楽しい楽しい待って、ちょっと待って、あのさ、うん、個人的にツボだったんだけどさ、うん、パールグリーンにしないのって来てたのよ、うん、あのパールってやれてんじゃん、うん、そういうことだと思って、なんでパールグリーンにしなかったの、何パールグリーンの方が覚えやすくない、パールみたいなあだ名の、あだ名でパールってあるやん、うん、パールグリーンだよ、えパールグリーンなの、うん、えそうだと思った、こっちで見よう、パールグリーンなの、パールグリーンだよ、あれ今パールグリーンって言ってたっけ、うん、あパールグリーンか、パールグリーンと黄色、あーえめっちゃ覚えやすいんだそれ、うん、パールグリーンなの覚えやすい、そうなんです、見えない、ごめんこっち止まったから、こっちでコメント見てるから下見てる、下見てます、見える、パ驚きがす、パールグリーン身長伸びた、身長伸びましたよ、絶対嘘、160ぐらい、うん、よくそうだ、平気で嘘をつける、うん、あった、え私いないけどこのコメント、いや違う、だからあのこっちのコメントに顔近づけていなくなっちゃってたから、どこまで上げたら大丈夫か分かんない、ちょっと難しい、ね、ここならいいじゃない、あそうだね確かに、すごい今どんな体勢になってんだろうよしやめようよし、ループしてるって、ループしてる、あ止まった、暗くなった、あらかわか最近かわいそう、よくない、聞いたよ、ごめんね、3回目です、復活してる、3回目です、すみません。プレゼント交換はあと15分後ぐらいですか、ね。やっぱ40分にする？40分にしようか。40分にしようか。早めます。あと9分です。ありがとう、おかえり。なんか最近コメントがね追えなくなってる。やばいね。これがやっぱり大人になるってこと。ずっとさ、春代ちゃん髪の毛結んでくださいって言われて。え結びねえ。こういうこと？
え、違うよ。やだ。やだ。ちょっとやらせて。無理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 やらせて。無理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 止まってもいい。待ってしんどい。止まったからしてもいい時間だよ。あ、いいよ。一瞬だけね。一瞬ね、一瞬ね。あなた毛量羨ましいわ。あ、こじましい。やばい。こじましい。こじましい。バチっていった。バチっていった。それ高い。やだ。高くない。やだ、無理。高くないよ。これ全然普通でアイドルみんなここでするからね。だって髪の毛がちょっと難しいです。レッサーいきますね。はい。レッサー。あ、無理。あ、しんどい。これ似合う人と似合わない人がいるんだよ。ツインテールって可愛いよ。どんなハリウッドちゃんも可愛いよ。あ、やだやだ。どんなハリウッドちゃんも可愛いよ。大丈夫、止まってるから。あなた定位置につきな。定位置につきます。はい、定位置につきます。可愛い。こっちのコメント止まっちゃった。またね、これまた落ちるよね、きっと2分後とかに。まあ、でも定期的にお誕生日おめでとうって言ってくれる。ありがとうございます。お誕生日です。あ、しちゃいました。ありがとうございます。しちゃいました。あ、いや、いいから。もうありがとう。ありがとう。そう、渡辺里奈ちゃんに越されたのよ。え、あの子マジで速い。え、里奈ちゃんめっちゃ身長伸びじゃない？めっちゃ速い。え、だってさ、最近すっごいちっちゃかった印象なんだけど。そうなの。え？マジでね。あ、身長高いね、里奈ちゃん。里奈ちゃん。暑いから。里奈ちゃん可愛い。かわいい。熱いから。みなちゃんはかわいいです。みなちゃんかわいい。マジでかわいいのよ。みなちゃんかわいい。ねえ、ちょっと。あ、もう熱い。もう熱い、ね。隣が熱い。でもさ、これ最初の方出すのに途中から踊らなくなったらさ。うん、いや、もうごめんなさい。もうやんないです。じゃあ、無言でするね。なかった。よかった。無言ですることにする。はい、よっ。いや、ようがめ結構高い。ヨーコ結構高いんですよ。本当に。でも4期生さ、すごい、なんだろう、身長もめっちゃ高いとこがいるわけじゃないよ、うん、なんかね、うん、平均らへん。平均、確かに分かる、平均って感じ、うん、でもそっか、ハリウッドやっぱりちっちゃいんだね。まあ、なんて言うんですかね、なんて言うんでしょう、伸びしろがあると。おー、捉えていただければ。伸びしろしかない。素晴らしい。確かに、たまきちゃん割とちっちゃい。確かにね。確かに、たまきちゃんね、身長何センチくらいなんだろうね。ハリオより、ハリオよりも高いよね、でも。うん。うん、それね。ハリオちゃんが一番ちっちゃいね。一応ね。一応ね。一応ね。でも、伸びしろっていうのはね、きっとりなちゃんみたいな。14歳とかが言うやつかな。まだ二十歳になってないから。いつまで信じとんねん。149センチあるよ。150は本当に。あ、マジで。怪しくなってきた。それはさすがにある。怪しくなってきたもん。あるある。なんでマジで話が入ってこないって言われた。やばくないそれ。多分ね、ちゃんとした話してない。今からちょっとちゃんとします。マジで。じゃあ5分間ちゃんと話するね、はい、本当にちゃんとします。ちゃんとコメント読みます。どうあれ、身長の話になるとさ、絶対に嘘つくなって言われちゃう、うん、だって、毎回あるんだもん。毎回、そうだね。毎回あるんだもん。毎回あるの。さまにさま、ありがとうございます。待って、待って、さまに、ちゃんとやろ。さまにだから、逆に踊るけど。ありがとうございます。ね、ちゃんとやるって言ったよね、5分間。待ってるんだもん。ね、待ってるから。そうだよね。待ってる。ね、なんか言っちゃう。めっちゃ一緒に踊れないの。やんない。やんないか。ですね、プレゼント交換をするんですよ。5分後にします。5分くらい携わって、はい、あ、滞在してください。 ありがとうございます。ちゃんとちゃんとします。はい、ちゃんとします。ちゃんとします。はい、ですね、はい、あ、やばい、やっぱ拾えなくなってくるんだね。そうだよね。あ、ちょっと待って、本当に早い。早すぎて、早すぎ、私はもう無視で読めない。君のコメント読めない。ケーキ、ケーキね、まだ食べてないですね、私は。ケーキ、え、待って、ケーキ見せた、うん、食べてない。
え、見せていいのか、え、ケーキって見せていいんですか。わあ、嬉しい。マリちゃんもちろん。あ、そうか、ありがとう。なんとですね、はい、マネージャーさんが、はい、じゃあ、交換会、交換会おかしいよね、見てください、本当に用意してくださって、はい、見てください。これちょっとこっちマリちゃんなんですけど、はい、こちらハルトです。見てください、ね、見て、すごくない、本当に美味しそう。本当に美味しそう、ありがとうございます。ケーキまた後でいただきます。いただきます、後で。本当にありがとうございます。本当に嬉しい。マジでずっとここでいい匂いしてんのよ。そうなの、わかるわかる。甘い匂いが、ね、こうね、一人でさ、全部さ、つつきたいよ ね。本当に、まあ、めっちゃ本当に本当に嬉しいです、ね、誰かメンバー見てないかな誰か見てない。みくにちゃんが見てた。あ、確かにね、みくにちゃんは見てたか。見てないですか。見てないですか。見てないかな。見てないですか。ですか美味しそう。ごめん。ごめん、食べる。山下見てますよ。おお、はるかちゃん。山下。ああ、山下。山下。山下さん。山下。はるかちゃんが見てます、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。オムライス行こうねじゃん。え？オムライス行く約束じゃん。え、ありえないんだけど。お家に行きなよ。え、ありえないんだけど。はぁ、ケーキ食べに行きなよ。はぁ、はぁ、いつか来なよ。はぁ、無理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 。そこ私の家にするわ、そしたら住む住む。居候ハリオの家に居候します。そんな広くないんだけどちょっとまあまあまあ、ハリオのお家に過ごさせてもらう。じゃあ床に寝てもらって。ああ。止まった、こっち止まりました。あ、ひなのちゃん見てるわ。見てるかも。見てる、見てるかもよ。かわいいな、ひなうちゃん。どこ行ったっけ。ちょ、車いしありますか。これ今止まってんのかな。ね、どうなんだろう。なんかさ、携帯がさ、どこまでさ、わかるわかる、ね、どこまで来てるかが。これでわかるんじゃ、ここら辺はいいんじゃない。おー、めっちゃいいかも。そう、ひなのちゃん見てる。うん、ありがとうございます。ひなのさんが見てました。ひなのみくにちゃん、テトリスしてるって。テトリスしながら見てるだそうです。ありがとうございます。テトリスしてるね。ありがとうございます。チュナ見てるよ。チュナ見てるって本当に可愛いよね。ね、それマジでいいことは。ひっちゃー、みんなありがとう。最近お日様になりましただって。めっちゃ、すみませんね、すみません、本当に本当にすみません、すみませんでした。そうそうそう、本当すみません。別にこれはゴム騒いでるから本当に私、うん、いやいや、これはですね、あの、必然的です。あ、はい、必然でした。必然でした。あと何とか落ちます、うん、ありがとうございます。すみません、皆さんすみません、待っててください。でも見てくださってありがとうございます。そのまま、ありがとうございます。嬉しい限りです、本当に。めっちゃ怖い。急に鼻から急に出てきた。よくない40分じゃ、なんか今日さ、何もしてない気がする。今日何もしてない気がしちゃうね。なんか誰か踊ってるか。ごめんなさい。え、なんかあとやだ。待って、あとやだ。あとやだ、あとやだ、あとやだ。じゃんけん、じゃんけんしよう。ちょっと一回。じゃあ決めます。じゃあ勝った方が先ね。うん、あと男気じゃんけんにする。勝った方が後にする。じゃあ勝った方が後ね。最初はグッ、はい、あ、間違えた。なんで間違えた。間違えた、じゃんけんって間違える。間違えた。せーの、最初はグッ、じゃんけん、はい、あ、いこうでしょ。しゃっ、あっ、ちょっ、あれ先だ。死んだ。はい、あ、嬉しい。これからお誕生日プレゼント会を始めます。見せてないんだよね、本当に。だってさ、見て、これコートで覆って持ってきてるのよ今。重厚感が溢れる。なんだ、じゃあバーって見せればいいんだ。え、待って待って、マジで想像できない。いくよ、うん、え、なに、あ、落ちた。9歳。やっほー、ありがとう。9歳の誕生日。待って、めっちゃ嬉しい。開けて。え、待って待って、写したい。こっち向いてさ、写したい。え、開けるね。印刷したらさ、色がめっちゃ薄くなる。え、これ絵描いてくれたの。え、描いたの。え、めっちゃ嬉しい。とか待って、見て、オレンジと青。かわいい。え、待って、超可愛い。開けちゃった、ちょっとこっち。開けますよ。あ、こっち側表がね。ありがとうございます。じゃあ私がこれいきますね。こっち側表が。はい。めっちゃ嬉しい。何これ。死ぬ。やばい。なんてこれやばいわ。天才やばいわ。めっちゃ。待って、可愛い。
裏に、うん、チョリチョコとかカルパスとかの後ろにお菓子の後ろに、そうお菓子の裏に写真待ってこれマジでおもろすぎ天才やばい、はい、ありがとうございます。作ってました、昨日作ってましたね、はい、昨日そこまで作ってくれてましたまさかのえこれ待ってくださいこれさ、うん、これさまだ公開してないやつ、公開前のすぐ出てこない公開前の写真ですこれ、うん、あの飛んでみた時の飛んでみた時のマリーちゃん待ってめっちゃ嬉しい。だからさ、ハリオがさ、うん、私のこと調べて私の写真あさってさ、そうあさってだコピーしてさ今日コピーしに行ってハリオさん、ハリオさん、ハリオさん、なんかハリオさんね多分ね全部ね食べれると思う。多分ってどういうこと？全部食べ、全部食べたい、うん、いけると思う。めっちゃ嬉しい。ちょっと見ててくれ、ちょっとスクショしてもらおう。これどうぞスクショしてもらおう。でこれも見せした。あばあ、こっちこっち、あくち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 、はい、手作り感満載すぎる。めっちゃ可愛くないこれ。イエーイ、これマジで可愛いわ。私この箱マジで嬉しいわ。本当に、うん、嬉しすぎるこれは。でもねこあのねそのビヨンビヨンしてるからさ、その蓋がね、うん、閉まんない。そういうことか。これ作ったのよ。え、画用紙で。え、画用紙で箱作ったのよ。待ってこれは嬉しすぎる。そう。これやばいね。ビヨンビヨンしてます。これさ、ビヨンビヨン久しぶりに見た。ジョジョ見ながら作りました。ありがとうございます。ジョジョさんありがとうございます。ジョジョ。ジョジョさんありがとうございます。あ、また。あ、また。でも超なんかあれだね。そうね。よかった。うん、紹介中に途切れなくて。工作してた。ありがとう本当に。工作してなんかね、小学生を思い出したね。小学生思い出すね、うん、ちょっと手間がかかってる。いやそうなのね本当に。ハリオちゃんはすごい時間かけて作ってくれました。うん、じゃあ次は。これマジやだな。マリーちゃんです。これマジでやだ。言ったけど本当に。うん。ちょっと待って。いやでもプレゼントっていうのはなんかそのあれだから。えでも本当にハリオさんがマジで喜んでくれると思って。うん。去年のがあるからな。いや私だって去年の反省を生かしたのよ。これ止まってるかな今。うん。どうなんだろう。落ちるかな。でもね、大丈夫だと思うね。ほら。落ちるかな。おい。すいません。すいません。大丈夫落ちるかな。行きます。えちょっとさ、じゃあこっち側を、うん、こっち側で。じゃあ私もそれ持ってるね。ここじゃあ。あうん。待って一つ言わせて。うん。一つで。何？去年さ。うん。ちょっともうあげたじゃん、うん、くれたね。あくれたんだけどなんかあんまり喜んでもらえなかった感じがして、うんうん、喜んだよ、喜んだけど本当にえだからびっくりした本当に、うん、今回は大豆に使ってもらえそうなものを渡します、うん、はい、どうぞです。じゃあ開けますね、はい、どうぞ大丈夫かなこれ、はい、えこれ死ぬいいの大丈夫でしょブログとか載せてるからブログ載せてるの見て、あのハリオがハリオがあのブログでよく載せてるですよ。ハリオさんが大好きな水瀬さん、クラリちゃんだ。そうクラリちゃん。クラリちゃんって言うんです。私は今回本当にガチで大事にしてる。じゃ水瀬さんじゃないよ。水瀬さんじゃないよ。クラリちゃん。超にだって。そうここにあるんですか現物現物ある。えどう顔えそれにまんまじゃんでしょ。それにで好きってちゃんと書いたのオリジナルで、オリジナルオリジナルか使いました。これは、はい、ちょっと頑張ってえ嬉しいやでもでしょでしょ。これスクッションマジで裏に書いてある。これはこれそうして明らかに工作って感じの縫い方、うん、すごいね。これも作ったんだ。これ作った。え、すごいね。いや、これは本当に大事にしてください。はい、すごい。クラリちゃんだ。あ、なんかこれはでもなんかある。これではあのまだチケットです。まだあります。チケットです。チケット？なんだろう。いくよ。はい。せーの。チケットです。何？ライブ会場？ん？ライブ会場まで同行して写真撮る要件です。ライブ、あそうブログ見たんだ。そうまたあの見てない方に説明しますと、はい、あの私がその水瀬いのりさんっていうね、うん、声優さんの方のイベントとかライブに行くときに、うん、私、まあ、基本一人なんですね。そうだね。だからそうこの写真はだからそのこの下からのアングルじゃなくて、うん、撮りますよっていうそれの件です
あ、じゃあ、あのライブに行かなくても、あ、つか、はい、あの、じゃ あ、 あ、もし横浜で会ったとしても、あ、全然、あの、あの、本当に北海道とかも行くので、うん、北海道も行くの、はい、北海道とかも行くので、うん、あそこまでのその交通費とかは負担してもらうんですけど、写真だけは撮ります。あ、そうなんだ、ありがとうございます、ありがたい。でも、あの、いつもこの下があの隠れながら恥ずかしいからさ、一人でめっちゃ明るい、一人の時ね、そう、あれだね、こういうのできないじゃん、あるある、マジでそう、やりたかったんだけど、はい、ちょっと呼んでくださいました。え、じゃあ一緒に写真撮る、一緒に写真撮る、そしたらこれ、ありがとうございます、全然いけ、これ、あ、超える、天才、あれ天才、こうやってやりたい、天才ね、結構ね、こうやっても大丈夫かな、天才こうやってやろう、おー、すごい、これ結構頑丈に貼り付いてるんだね、そう、イエイ、出勤、クラリちゃんやばい。これマジで現物超頑張ってみた。クラリちゃん、あのね、はい、こういうクッションあるの。クッションだ。クッションあった。本物があるのよ。クッションあった。でもね、うん、嬉しいわ。クッション持ってる？ん？クッション持ってる。持ってる、クッション持ってた。現物のちゃんとしたクッション持ってた。でもね、じゃあ、あの、並べて写真送るよ、後で。ありがとう。ちょっとあの、本物との差を見たい。すごい、めっちゃありがとうございます、大事に使います。でもなんかリボン見えた瞬間びっくりしたんですね。ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます。今は何分でしょうか。あ、本当だね、結構時間経ってそうじゃない。あ、てかめっちゃ配信49分あって、49分、あ、なになになに、チャン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 、まだ10分だよ、ね、今日、じゃあ待って待って、一回、はい、一回ストップ、一回ストップ。今日の配信、はい、何しました？今日配信は何の話した？踊りました。踊りました。今日配信か。だから今日見た人、ああ、他の今日見た人、どう？どうか。楽しそう。踊ってんな。楽しそうじゃん。だよ。そっか。ちょっと話さないと。ここからちょっと内容を詰めていかないと。そうだね。じゃあ約10分間で詰めていく、本当に。10分で。取り返そう、取り返す、マジで、じゃあ一回取り返す、本気で、ね、本気で取り返す、そしたら、うん、変なコメントしないで、ね、19歳の目標はだって、あ、いろいろすごい、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるでしょ、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、10分で詰め込まないといけないから、そうで、何、19歳の目標は、はい、なびなび大気で、あ、どう、早速飾ってますけど、うん、伸び伸びすぎるけどあの、具体的に、具体的に、はい、今日朝来た瞬間に、ああ、私本当見たことないくらい、うん、前髪が、うん、寝癖がすごすぎて、うん、こんなこと初めてだったの、え、運命感じたの、寝癖に、これは私のこれから進むべき道を表してるって、うん、ってことです。はい、どうですか、だって19歳の目標はどうぞ。19歳ですか、はい、頑張れ、19歳はあの、はい、やっぱりやっぱりですね、大人になります。かなってますか、今のところ。ちょっとかなってない感じ。かなってないですか、考え方をね。考え方、一生9歳なんだけど9ちゃい、ね、考え方をね、うん、大人にしていこうと。わあ、素敵じゃん。考え方大人って、ちょっと具体的に具体的にですか、具体的にちょっと、まあ、その分かんないので、あんまりやっぱりその、はい、楽しいだけじゃ生きていけないと思うんですよ、ね、ああ、そういうことですね。いろいろ学んで、楽しいことだけじゃ生きていけないって、はい、え、楽しいことだけで生きていくのはやっぱりまずいんですか。いや、いいと思いますよ。でも、まあ、時には自分がやりたことなのではない、はい、ね、本当に、うわ、すごい、今のに詰まってたわ。そう、だからだから、うん、私は大人になろうと。ふっかふっかもうここで取り返せたんじゃない、前半戦ふっか、え、深すぎてやばい。もう1000冊くらいの本一気に読んだ感じ、ね、今の。ありがとうございます。すごい深いわ。はい、次深い。はい、次。はい、次。うん。あ、海よりも深いやって。そうか、もう遠距離やないかい。うん、はい、次は、はい、でつえきちゃん、次はとですね、愛してる、愛してる、愛してるだって、あ、
照れちゃいますね、そんなで。言われたことない、そんなもの。嘘だ、私言ったよ。あれ次、うん、次次次ハリウッチャー、はい、インスタやってほしい。もう映えないです。私の生活は映えない。もうなんか趣味になっちゃいます。趣味は見たいですよ、あの方。あ、メッセージで結構趣味とか送ってるんで。メッセージで送ってるもんね。そっか、はい、ハリウッチャーやんないの、ハリウッチャー。私、うん、私はメッセージ送ってます。あ、じゃあ、 あのメッセージ。メッセージお願いします。ありがとうございます。いつかね、いつかですよ、いつか。ですね、ハリーちゃんの顔の赤みはちょっとこの人踊ってたんで。違います、いつもです。すいません、ちょっと待って、本当に早いな。ですね、あ、おもてなし会のエピソード、おもてなし会出た人みたいになってる。出てないんですよ。出てないんですよ、うん、あ、でもさ、あれだったよね、なんかさ、やっぱり MC とかさ、うん、大変じゃなかった、なんか MC でさ、あ、大変だったかも。なんかさ、なんだろう、なんか4期生のことについてさ、うんうんうん、紹介しないといけないとなると、うんうんうん、ちゃんと深く知らないといけないじゃん。そうだね。そう、だからその事前に4期生のお家に、うんうん、なんか本当に1日10時間くらい滞在して、その子の、そう、思考とか一人一人、そうそうそう、うん、ハリウッチャー何した、その MC に向けて。 MC に向けてやっぱり、うん、でもそれも結構分担してたじゃない、うん、あ、分担してたわ、めっちゃね、してたね。そうそうそう、4人でね、頑張ったね。で、まあ、あとはなんかその好きな食べ物とか結構調べてた、うん、あ、調べてたの、うん、調べてたって、どういうか、出てた情報を見たってこと、うん、見たし、うん、盗み見して。盗み見したの。なんかこういう食べ物好きなんだ。盗み見したそうです。はい、それでいい感じです。待て、しっかりそんな感じです、はい、もし本当に信じてる方いたら。私たちやってなくて、もう4期生めっちゃ可愛かったです。本当にめっちゃ可愛かったです。超可愛くて、本当に可愛くて、そう、可愛かった。なんかキラ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 だったね。キラでした、キラキラしてました、4期生は。日々を楽しく生きるコツは。急に深い。深い、あれめっちゃ、めっちゃさっき深いコメントしたから。そうだよね。日々をね、やっぱ、うん、楽しく生きるコツ、趣味を見つけていくしかないじゃないですか。あのですね、こちらはですね、うん、私が、わかります、日々を楽しく生きていくコツ。何これはですね、あの、フィーリング。あ、フィーリング。フィーリング。オッケー？オッケー？フィーリングを大事にしていく。はい、今ハリオが隣にいる、うん、今ハリオと配信してる、うんうん、あ、これも全部お互いのフィーリングでここに来た、はい、結果楽しい、そういうこと。はい、次。3万5000人ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。本当すいません。 WBC 始まりますね。ありがとうございます。楽しみですね。楽しみですね。楽しみですよ。楽しみでしょ、楽しみでしょ。はい、スクショタイムだって。あ、スクショタイムだって。何にする、何しようか。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。9歳のまま言っちゃった。あ、4期生のおしめ、箱推しです。箱推し、4期生の箱推し。はじめまして、はじめまして、山口ハリオです。はじめまして。帰りたい、帰りたかった、結構今の。あと4分しかない、あと4分しかない、取り返して、取り返して、はい、ウィンクして、え、ウィンク、ウィンクって何、ハリオちゃん、ウィンクってもう感じ、ウィンクして、こう、こう、せーの、こう、はい、そう、何もしてないけどな、何もしてないけど、やって、じゃあ一緒にやろう、はい、せーの、はい、ありがとうございました、はい、プレゼントもプレゼントだけ見せて、天才をね、これが私がもらったプレゼント、クッション出てたんだよな、マジで。クッション出てる、好き見せないとオリジナル感ないかも。クッション出てるんですよ。クッション出てた、それ持ってた、持ってます。死んだ。嬉しいですね、はい、ありがとうございます。嬉しいです。クッション大きいですね、すごい。ハリウッチャーの愛の重さが詰まってる、ここに。うん、うん、うん、
ですね。はい。どうですね。あ、止まったね。はいはい。やばい、あと3分で止まっちゃった。あと3分で止まっちゃった。これ終わった。そう、ね、終わりやつ。やばいよね。ちょっと。終わりやつだ。やばいよね。どう？山口さんメイク変えました。山口さんメイク、あ、まあ、でも変えました。え、変えたの？変えたっていうか、うん、上達しました。でもすごいね、やっぱり気づいてくださってるね、はい、ファンの方。すごいね、めっちゃ見てる、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ズバリ人生とは何ですか？ズバリ人生とは、人生とは、人生とは、ラブ。ああ、愛ね。ラブ、ラブ。あ、じゃあ私愛。はい、ありがとうございます。日向さんへの意気込み、日向さんへの意気込み、うん、とですね、本当に、うん、横浜スタジアム、はいはいはい、もうとてつもなくうやーって沸かせたいと思います。そうだね、はい、やっぱね、はい、横浜スタジアムすごくない？やめてよ、もうラストに、ラスト2分で落ちちゃったよ、もう本当にもうやめてよ、やだ、2分しかないって。そうだった、でも本当に、うん、ね、だって4回目で、4回目ね、多分いっぱいね人いらっしゃると思うし、ね、声出しもあるから、私たち初めてなんです。待って、そうだ、声出しに加入してね、初だ今回、だからめちゃくちゃ楽しみにしてます。なんてこれしてほしい。春よ、あーいいね、はい、春よ、ありがとうございます。7回落ちたって、7っていい数字だね。ねえ、7、じゃあやったね、もうなんかいい感じだね、多分いいこと、もういいことありそうだよ、もう、うん、19歳楽しく過ごしていきます。ありがとうございます。19歳ね、ありがとうございます。なんかすごいね、19歳も楽しく、はい、楽しく、あ、待って、やばい、ちゃんも楽しく、だってさよならする、もう。あと2、3分いいですか？そうなんですか、あと2、3分いけんの？そんなことあるの？待って、今ので結構アディショナルタイム。アディショナルタイム。ちょっと待って、ねえ、これで終わらせちゃいけないよ。終わらせちゃいけない、本当に良くない。アディショナルタイムだから、そう、アディショナルタイム、すごいね、こんなことあるんだね、うん、うわー、やめよう、抑えて。3万6000人の方も見てるんだよ、ありがとうございます。3万6000人の方、ありがとう。マリーを止めるな、カメラを止める。止めまーす、止めまーす。昨日の延長した、そうだったんだ、そうなんだ。アディショナルタイム、あー、ちょっとお誕生日おめでとう、ありがとうございます。待って、これ直さないと、最後の最後に直させて、これ何を、あー、19歳、ありがとう、ごめんね、19歳で直させて。夜ご飯はなんか変な時間食べちゃった、夜って言えるのか分かんない。これで直した。3期生ライブいつかしたいですね。インスタライブ、3期生インスタライブじゃないよ。いつかしたいですね。したいです。3期生ライブします。はい。三期生ライブします。うん、決まってないです。あ、ダメですか、まだ言っちゃ。決まってない。決まってないって。まだ出てなかったって。日本でするな。するな。決まってないです。決まってないです。決まってないです。嘘です。っていうのも嘘です。ややこしい。じゃあ5年後ぐらいかな、はい、そうします。はい、楽しみ、ありがとう、来てくれるんだね、ありがとう、ありがとうございます。フライング、5年のフライングしちゃった、5年もフライングしちゃったよ、すいません、すいませんね、本当に、ちょっとあの内緒で、内緒で、内緒で最悪、うん、そうね、ありがとうございます。生きるようになりたいですね。なります、頑張ります、頑張ります。19歳、19歳、何何怖い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 、すぐ笑っちゃうから。ショルーム3期生ライブ、あ、過去一、過去一のおもらし、それはそうでしょ、うん、やばすぎる、やばすぎるでしょ、もう本当にやばいでしょ、今のやばいよ。ありがとうございますね、うん、あ、最後19歳戻ってきたからさ、最後にさ、スクショタイムする、うん、そうだね、じゃあ支給作ろう、あれ合ってる、19歳になりました、パチ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 、ラストですね、そろそろ終わるんじゃないの、終わっちゃうもん、なんか何もしてなかった、ごめんなさい、本当に申し訳ございません。見てくださった方、ありがとうございました、ありがとうございました。また私ね、ずっとね一人でやってないから、またいつかしたいと思います。ありがとうございます。
ね、本当はね、私も一人で ね、最近してなかった。プレゼント交換をしました。19歳も。はい。全力で頑張ります。頑張りましょう。あ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、36,000人の方々、ありがとうございました。お誕生日おめでとうございました。5月で終わる？あれこれどうやってあんだっけ？あ、これだ。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。